あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは4番、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番花に立ちます。その後ろからは2番、この馬も上がっていく構えです。さらには7番6番、その後ろでは前の方から先手を取ったのは4番、その外に6番赤の帽子、3番、その後ろすぐ後ろに5番、並んで2番、最後方に7番、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのは1番、その横に6番、その外から5番、その隣に7番、4番、そのうちに続いています。赤の帽子3番、その後ろ最後方に2番、 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。では前の方から先手を取ったのは6番、その横に7番、3番、この馬もこのグループ、すぐ隣に4番、5番、すぐ後ろ白の帽子1番、その後ろしんがりから2番、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。各馬大欅を通過。さあ先頭は3番4番、ほとんど差がありません。7番3番手1番、この位置から届くのかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は4番4番、先頭ここから引き離しにかかります。2番手は3番、懸命に追いすがります。残り 200m、 4番先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手は6番4番、独走4番ぶっちぎりです。4番1着2着は6番、勝ったのは あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。4番、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番花に立ちます。その後ろからは1番、この馬も上がっていく構えです。さらには7番5番、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのは4番、その外に6番3番、そのうちに続いています。内からは1番、その外から7番、しんがりから2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から3番、一気に先頭に立ちました。4番、それに続いています。その外に6番1番、そのうちに続いています。残りあと400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った5番、残り 200m、 先頭は5番1番、まだ後ろちょっと厳しい。5番粘る、一気に7番7番7番、先頭だ。7番7番、1着2着にはどうやら5番7番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い、何が行くでしょうか。3番前に行きそうです。1番、それに続いています。さらには7番2番、その後ろ前に戻りましょう。3番、先手を取りました。その外に7番、その隣に5番、その横に4番、最後方に1番、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度6番レースを引っ張ります。内からは2番、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。先手を取ったのは6番、内からは1番、その隣に2番、その外に4番、黄色の帽子5番、その後ろ内からは3番、最後方に7番、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。2番白の帽子1番、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は1番、
2番ほとんど差がありません。6番3番手、さあ1番このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は1番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。1番先頭、残り 200m。 1番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。3番先頭、1番迫る。1番一気に。4番1番わずかに。1番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。6番前に行きそうです。4番それに続いています。さらには1番、5番、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは5番、その隣に3番、その横に4番、すぐ後ろに6番、最後方に2番。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。6番、後続を引き離す。4番ほとんど差がありません。1番、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。6番先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手は4番、あと 200m。 6番先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手は2番、6番1着。6番完勝。6番1着、2着は2番、勝ったのは6番。このレースを制したのは6番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。4番前に行きそうです。3番それに続いています。さらには1番、5番、その後ろ。では前の方から。ここでショートトラックのコーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは4番、赤の帽子。3番、その後ろ。その隣に7番、その横に6番、内からは1番。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。3番、その外から7番、並んで5番、2番、この馬もこのグループ。すぐ隣に1番、その外から6番。もう一度先頭から。3番、依然として先頭、黄色の帽子。5番、その後ろ。その外から7番、その後ろに4番、白の帽子。1番、その後ろ。もう一度先頭から。3番、依然として先頭、すぐ隣に7番、その横に6番、5番、この馬もこのグループ。すぐ隣に4番、内からは1番。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。では前の方から。6番先手を取りました。その隣に7番、その横に3番、5番、この馬もこのグループ。すぐ隣に4番、その横に2番、しんがりから1番。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番依然として先頭、すぐ隣に7番、その外から3番、黄色の帽子。5番、その後ろ。4番、そのうちに続いています。もう一度先頭から。先手を取ったのは6番、並んで7番、その外から4番、内からは3番、その外から5番、黒の帽子。2番、その後ろ、しんがりから1番。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。6番依然として先頭、
その横に7番、4番、この馬もこのグループ、すぐ隣に5番、3番、そのうちに続いています。その外に2番、最後方に1番、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、さらには6番、その後ろに7番、その外から4番、黒の帽子2番、その後ろ最後方に1番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番、依然として先頭、すぐ後ろに6番、さらには4番、内からは7番、並んで3番、その外に2番、最後方に1番、前の方からもう一度5番、依然として先頭、前は5番、6番、ほとんど差がありません。4番、3番手、1番、ぐんぐんと差を詰めてくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った6番、1番、先頭、2番手は4番、先頭を捉えるか。先頭は4番、4番、先頭、2番手は4番、4番、いっぱいになった。あと 200m、 先頭は3番、一気に捉えるか。4番、残り 100m、 4番、さらに突き放します。2番手は3番、4番、1着、4番、完勝、4番、1着、2着は3番、勝ったのは4番、このレースを制したのは4番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番、好スタート。3番、この馬も好スタートを切りました。5番、前に行きそうです。続いていくのが6番、2番、そのうちに続いています。その外に7番、最後方に1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度3番、一気に先頭に立ちました。内からは2番、その外から6番、内からは4番、その外から7番、最後方に1番、前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番、さあ勝負どころ。京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここで2番、先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。3番、2番、2番手に控えました。さあいよいよ直線の攻防。3番、先頭、差はほとんどない。2番手は3番、3番、さあ果たしてこの足色はどうか。ここで先頭変わりました。先頭は7番、7番、抜けた。3番、追いすがります。7番、先頭だ。7番、7番、1着、2着にはどうやら3番、7番、見事このレースを制しました。